そうですね。さあバッター最近売り出し中の古田、野村監督が評価するんですから大したキャッチャーなんですよね。そう思いますね。危ない、かなりデッドボール、左の二の腕、そして肩スタンスの広さできないんでね、いろいろ形をね、僕試してんだろうと思いますね、ですからライトへ打球は大きい、芝生に入った、ホームラン山田、今シーズン第3号ホームランが出ました。これでカープのリードはまた2点です。いや、ヤクルトのリードはまた2点です。山田がホームイン、6月10日以来のホームランですから、およそ1ヶ月